生の死にかけラジオアロマの話したりしなかったりということで、今日は、アロマの話とはちょっと違いますが、女性のお仕事の話をしたいと思います。前回ですね、宇田の薬草発酵博覧会についてご紹介させていただいたんですけれども、あのあとですね、私は大和郡山にある大和ベース1930というところに行ってまいりました。こちらですね、西野さんのサロンで知り合った宮下さんがですね、古民家を買い取って、でそれを改装してですね、今後コミュニティスペースにしたり、あとコワーキングスペースも設けて、でキッチンの部分は改装してカフェですね、カフェにして、で、基本的にテイクアウトになると思うんですけれども、あの皆さんに活用してもらうようなスペースにしようとしているところなんですね。で、私大和ベースを訪れたのがですね、お友達と一緒に訪れたんですけれども、そのお友達もですね、自分のやりたいことがあると、でそのやりたいことを実現できる場所を探している。で、同じように多くの方で、特に女性なんですけれども、やはり自分が社会の中で活躍できる場所を探していたり、やりたいなと思うことがあっても、環境的になかなかね、例えば子供連れて行けないだとか、その働く場所を得られないっていうような状況になっている方が多いので、そういった方々がね、あの生き生きと活動できる場所を用意したいよねというような話で、でこの大和ベースの中で、いろんな、なんだろう、フェア、フェスタ、マルシェみたいなね、そういったものを開催できたらいいよねっていうようなお話をしていました。でそんなお話をですね、そこのオーナーの宮下さんといろいろ話してから帰ったんですけれども、その時に宮下さん自身も、あのコンセプトとしてね、やっぱり働く女性を応援したいっていうのがあるんですよね。で、考えられた結果、昔からですね、彼はあの中川翔子さん、ショコタンが引きこもり時代があってね、でその時に辛い気持ちを持った自分に対して、あの寄り添ってくれた人の話を、手記に残しているんですけれども、その人のことをですね、表現したのが隣人、隣っていう漢字にね、送り仮名でるで人、隣人という表現をしたんですけれども、この隣というのをですね、この大和ベース1930のコンセプトにしようということで掲げられていました。まだまだ日本ってやっぱりそのね、働き方改革って言ってもあんまり改善されてない部分っていうのは根強く残っていますし、何より昔からの風習というのが本当にまだまだ強く残っていて、女性がどこまでも我慢をしなければならない部分ってやっぱり大きいんですよね。当たり前のように、そのできてしまう人に仕事を任せるっていうのは、会社の中のもしマネージャーがですね、それをチームの中で行った場合、そのマネージャーっていうのはあんまり有能じゃないよねっていうふうに思われるかもしれないですね。できる人にどんどん仕事を任せて、できる人が最初潰れてしまうとかね、負荷が多くなってしまって、でもチームのバランスが崩れるっていうようなことでね、そのマネージャーは、よくないよねって言って評価下がるかもしれないんですけど、それを国でやってしまっているのが日本なのかなっていうふうに思います、ね、女性子供を産んで育てて面倒を見ながら、働くのもそろそろ両立してもらわないと困りますねみたいな感じのね、雰囲気になってきています。で、働きたくないのかって言ったら、働きたい人はいっぱいいるんですよね。その専業主婦になりたいんだ、私は家のことだけをするんだっていう人ももちろんいらっしゃいます。で、それであのすごく充実していらっしゃる方もいらっしゃいますし、ただその家のことっていうのがそもそも得意でも何でもないのに、なぜか女性が担わないといけなくなっている、でも私は社会で働いててバリバリ仕事をした方が向いてるのにっていうね、そういった能力を持っている方々にとっては、なかなかやはり日本っていうのはちょっと辛いところがたくさんありますよね。で、そんな中ですね、昨日、開催されました大阪難波のエール学園
にいらっしゃる西村さんという方がですね、結構中心となって動いているんですけれども、これクラブハウスを、中心に集められたメンバーなんですが、実際にですね、そのクラブハウスのメンバーとオフラインで会えるという、オフ会みたいなもんなんです。ただ、グローバルビジネスに興味がある人、あるいは、外国人留学生の就職支援を行っているような方々が集まるんですけれども、何か大阪なんでね、粉もんの会というサブタイトルがついております。何か粉もん、たこ焼きとかお好み焼きとか、大阪らしい食べ物 B 級グルメを持ってきて、一人一品持ち寄りパーティーということですよね。ポットラックパーティーじゃなくて、なんだっけ、そんなこと言うんですけれども、だんだんですね、粉もんから外れてきて、みんななんか一人一品持ち寄ったらいいよというルールに変わりました。昨日はなんだろうな、餃子、シューマイ、小籠包率高かったですね。で、あとはたこ焼きお好み焼きの、なんかお菓子系もね、粉もんで集まるから、昨日リクロおじさんのチーズケーキも来たし、あとね、おしゃれなカヌレとかフィナンシェもね来ましたね。あと辛いカレーせんべいとかね、もうやってきましたね。面白かったですね。はい、最初タコせんも入ってました。一人一品いろんなものを持ち寄って集まる、ビジネス交流会なんですけれども、ここのすごいところは何かというと、そうやってオフラインでこう情報交換ができるっていう、ちょっとこう、なんだろう、柔らかい雰囲気の中で皆さんと情報交換ができるというのはもちろんなんですけれども、そこはですね、子供を連れてきてもいいよということになっているんです。でエール学園という、学校の中の会議室で開催されているんですけれども、そこに参加する、女性の方があったってね、結構まだ子供が小さかったりするんですよ。だいたい小学生で、小学生だと家に置いてくるのもすごいなんか心配じゃないですか。だからね、家に置いて自分だけその夕方の時間に集まることはできないよって言って諦めてる方ってすごく多いと思う、本当に多いと思うんですけど、でもね、そこはお子様連れ OK ですって言ってくださって、で連れて行ったらね、本当にね、皆さんね、近所のおじさんのごとくですね皆さんすごくね、一緒にね遊んでくださるんですよね。本当ありがたい。でそうすることによって、私たち母親としては子供をね、面倒を見ないといけないから、私たちちょっと参加できないんです、参加したいのにっていう、こう変な葛藤を抱かなくても済むし、でもしそこで子供を家にお留守番できるって言って置いてきたとしても、今度はなんか家に一人だけ置いてきちゃって大丈夫かなっていう心配とか、なんか悪かったかなとかいう、なんか置いて出かけるなんてなんか悪かったかなっていうような変な罪悪感みたいなものとかっていうのが頭の中から離れないんですよね。あれね、忘れて出かけてすっきりして帰ってくるっていうのはなかなかできないんですよ。ずっと頭の中にあるんですよね。私だけなのかな、わかんないですけど。でそういうことがねなくて、さらに、参加した子供にとってもすごくいいことがあるんですよね。大体のお家のご家庭で、例えばそのお父さんお母さんってどんな仕事をしているの、どんな人たちと関わっているの、どんな話をしているの、大人同士で仕事のね話をしているのっていうのをあんまり子供たちってやっぱり知らないですよね。何のお仕事をしているのか、例えばその営業のお仕事をしているとか、消防士ですとか弁護士ですとかお医者さんしてますとか、そういうのは分かるかもしれないんですけれども、じゃあ実際どんな話を大人同士でしてるのかなっていうのは全然分からなかったりします。でもそこにですね、たとえ小学校の低学年であっても大人の中に参加することによって、今何の話してるのって言ってこっちに聞いてくれるんですよ。分からなかった、で今はこれこれこういうお話をしてるんだよとか、あの人が今度お仕事を始めるのにこういうお仕事を始めますっていうのをみんなの前で発表してるんだよとかいうのをですね、これ説明することができるんですよね。でそれによって彼の中では、あ、こういうことをしている人たちってたくさんいて、でみんなそれぞれ違うことやってて面白いなとか、で僕は何になりたいのって言ったら今度こういうことがしたいとかってね、発表の場になったりとかして、すごくいい刺激をいただけるんですよね。で帰ってからもやっぱり私、できるだけ毎日こう3グッドスイングスって言って、今日あった3つのいいことを教えてねって言ってから、
あの寝かしつけに入るんですけれども、あのスリーグッドシングスの中にですね、粉もんの会に行けたっていうのが入ってましたね。だからすごく楽しかったんだと思います。うん、大人の中にわちゃわちゃまみれて、まあ、子供らしさも失わずにですよ、その静かにしてなさい、ピシッとしてなさいっていうような回ではなく、まあ、子供らしさも失わずに大人と交流ができればっ てすごく貴重な経験をさせてもらってるなというふうに感じました。こういったことがですね、あの今までの日本ではなかなかやっぱり難しいところがあったと思うんですよ。すごくそうですね、私の世代で知ってる事件だとアグネス論争ですよね。国会に子供を連れてきたっていうので、ものすごい仕事場にね子供を連れてきたっていうのですごい糾弾されましたけれども、国会に出てるね先生の方々って子育てちゃんとしたことあるのかなって思う人たちがほとんどですよね。で今も何か話題になってましたね、ニュースでね、あの子育てをされたことはあるんですかとか聞かれているね偉い方がいらっしゃいましたけれども、その方の答えは、スーパーに買い物に行ったことはあるがみたいなね話でしたよね。その物価のことを聞かれてもね、あの本当にその実際問題、その問題にぶち当たっている人の声を本当は国会で話し合わないといけないんだけれども、そこは阻害されてしまってきたというね経緯があるような気がします。まあ、その中でこうやって、まあ、あの地域ごとですね、地域ごとで、まあ、スモールなんだろうな、エリアではないんですけれども、あのおのおの、まあ、こういう雰囲気とか環境づくり、まあ、女性が本当に社会で活躍していけるような雰囲気づくりとかシステムを変えていくっていうのを本当に能動的積極的にやっていかないといけないんだなっていうのを感じました。うん、あの女性だけのサークルコミュニティみたいなのはあるんですけれども、それとはまたちょっと違いますよね。そのお母さん同士の集まりで情報交換するっていうのは今までも、地域の、ま、自治体の中であったりだとか、その保健師さんを交えてとかいうのはあったと思いますが、それとはまたちょっと別の通常の社会の中に、入るっていうような感じです。うん、この仕組みがですね、もう本当にいろんな場所、まあ、もう各企業でですねやってもらえたらいいんじゃないかなというふうに今ちょっと考えています。非常にいい経験をさせていただいております。ありがとうございます。というわけで今回はですね、ちょっと私の経験から照らし合わせて、まあ、女性が社会に、ね、進出するためにはあの精神的なハードルをですね女性に負わせるのではなくて、まあ、その環境から整えていくための環境づくりが大切だよねというお話をちょいちょいとですねさせていただきましたが、もしねこれを聞かれて、あそうだよね、そうやった方がいいよねっていうふうに、まあ、賛同してくださる方がいらっしゃったら、それぞれのコミュニティの中でそういった取り組みをしていただければいいのかなっていうふうに思います。まあ、ご意見とかねご感想とかあればぜひコメントですとかあとレターとかでねいただければ嬉しいです。以上、今回は全然アロマの話じゃなかったんですけれども、コミューのスニカデラジオでした。ではでは、今日も良い一日をお過ごしください。